こんにちは。米食味鑑定士の渡辺米国の渡辺誠一郎です。お米を購入してからとても重要なことがあります。それはお米の保存方法です。秋から冬にかけての涼しい時期はそれほど神経質になる必要はないのですが、お米の保存で一番気をつけてほしい時期が梅雨から夏にかけての高温多湿になる時期です。湿度が上がるとお米はどんどん水分を吸収してしまいます。するとお米の表面が酸化していき、ぬか臭くなっていきます。ですからこの梅雨から夏にかけての時期がお米の保存で一番気をつけなければいけない時期です。お米は皆様が思っている以上に水分を吸収してしまう食べ物なのです。その水分を吸収しやすいお米を購入してきて、秋から冬と同じように保存することはできません。お米を買ってきてそのまま保存しておくと、どんどん湿気を吸収して日に日に劣化していき、お米の味が落ちてしまいます。最悪ぬか臭くなり白くカビが発生することも考えられます。お米の味を維持するのに最適な環境がございます。温度が約15度ぐらいで、湿度が約 70% 程度がお米の味を維持するのにいい環境だと言われております。私がおすすめしている梅雨から夏の高温多湿の時期の保存方法として、プラスチックの密閉容器やペットボトルに面倒ですが移し替えて冷蔵庫に保管することをおすすめします。冷蔵庫の野菜室に余裕がございましたらとても良いです。この時期は米びつや直射日光が当たらないからといってシンクの下や台所の湿気が多くて暖かいところはぜひ避けてほしいものです。お米につく虫などが発生する可能性もあります。虫がついたからといって食べることができないわけではありませんが、気持ちいいものではないですね。やはり私が考える梅雨から夏の高温多湿の時期は、冷蔵庫の野菜室がお米の保管場所としては最適な場所と言えるでしょう。ペットボトルに入れて冷蔵庫のドアポケットでもいいと思います。やはり大事なことは温度と湿度がポイントです。梅雨から夏の高温多湿の時期は、美味しく食べられる時期は約2週間ぐらいです。お米は野菜と同じ生鮮食品だと思ってください。お問い合わせやご質問は福井味覚クラブで検索してください。それかお電話でお問い合わせください。電話番号はフリーダイヤルで0120-379-100、0120-みなくい00と覚えていただくと便利です。